はい、みなさんこんにちは。せやです。たかです。エレキブログです。たか、ムキムキになってるね。最近鍛えてます。3ヶ月ぐらいかけてホームジムをやってるね。そう、ほぼ毎日この3ヶ月間やってきました。ある日にたかが私をに電話して筋トレマシン買ったよみたいな。そう、一気にダンベルとかこの懸垂マシンとかアブローラーとか一気にアマゾンで買い揃えて、プロテインも全部買い揃えて、なんか急にやりたくなってしまって、もうやばいよ、タカの気持ちの変化が急すぎて。なんかそれが3ヶ月前に起きて、そっから毎日筋トレをして、もうビールもやめて。すごいよ、その続けられることもすごいだし、その急に確かになんか0から100。そう、それまでね、すごいだらけた生活をしてたので、お腹もボヨーンって出てたし、全部贅肉ついてたし、だから写真でも見ると分かるんだけど、3ヶ月前の写真と、まあ最近撮った写真を比べると、かなりね、こう筋肉がついてきて変わってきました。ただジムに行くのは嫌いなので、そう、家でずっと黙々と一人で、いや本当にやばいよ。で、そんな中、シックスパッドのホームジムパワースーツっていうものを今回ね、企業様から提供いただきました。これちょっと持ってて。すごいかっこよくない？なんかもう映画に出てきそうだよね、これ着て。そう、あの近未来の SF 映画。これ上とこれ下なんだけど、こう上下でこう着て、 EMS っていうこの電気を体に流しながらトレーニングをして鍛えていくっていうパワースーツで、ここ最近これを着て、僕も筋トレしてるし、レナもトレーニングを始めたので。で、それがスーツだけじゃなくてアプリにつながって、トレーニングメニューも豊富にあるし、自分で好きなトレーニング選んでこれ着てトレーニングするっていう。実際僕らこれを使い始めてかなり気に入ったので、まあ皆さんもね、家でトレーニング気楽にできるっていうところで、ぜひ紹介したいなと思って。じゃあまずは着替えましょう。そうだね、早速着替えていつもやってるみたいにトレーニングやりましょう。はい、はい、まずは準備。これを逆にして、この電気が流れてる部分に普通の水をこうちょっとスプレーで濡らしていきます。ちなみにサイズ展開は男性用も女性用も SML XL それぞれあります。で、ちなみに僕の参考で言うと、僕180センチで、80キロないぐらいですけど、 L を着てやってます。これ着替えました。すごいね。これでブラックにブラック、かっこよくない？で、このシックスパッドホームジムのアプリの中で、私たちはやってるのがこの動画オンデマンドトレーニングみたいなことで、ウエストの4種類の簡単な動きのみ。はい。今この2つをこのアプリに接続します。ここにコントローラーがついてるね。はい、できました。上と下にコントローラーをつけて、携帯とペアリングしてトレーニングを開始します。はい、ここでトレーニングを開始します。スタートボタン、吐いて、これでトレーニング。はい、それでは今日もですね、筋トレウエストレベル1をやっていきたいと思います。はい、じゃあ OK ボタン押して始まります。はい、OK、EMS 来ましたか？さあ、このプランクの姿勢でキープです。さあ、準備です。すごいよ。今どこが感じてるの？めちゃめちゃ腕と、腕が一番気にしてるよ。で、ここも、ここ、そのお尻。おーおーほほーふー息吐いて。おーほほーナイス。ここでレベルを上げれるよ。今はレベル1でやってるんだけど、でこれをレベル2とかにしたらもうより強くなる。おい、レベル3がめちゃめちゃ、もうそれでトレーニングするとより効果が来るんじゃない？もうなかなか、もう、ここまで来るよ。こう、え、すごい。いきますよ、せーの、アップ、イーダー、息吐いて、フォー、スリー、
ト1フィニッシュ、お疲れ様でした。終了です。次はタカの番です。続いてレベル2のウエスト腹筋トレーニングです。スタート。スタートにちょっと頑張ってみましょう。そこまで来てます。どんな感じ？こうドク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 っていう定期的な電気信号をここへもらってる。ああ、そうなんだね。じゃあ伝わってこないよ。このブル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 震えてるんだけど、これが強制的に、おお、すごいね。めちゃくちゃ刺激を感じます。おお、来てる、来てます。めっちゃ来てる。こことここにめちゃくちゃ来てる。連続的に小刻みにこうブルルルルルっていう電気信号が来てますね。これ刺激になってます、めちゃくちゃ。はい、お疲れ様でした。無理よ。何が無理なの？短時間でめちゃくちゃこう負荷が。やめろ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 、アホアホか。10分15分ぐらいしかやってないけど、毎日この状態になるよ。疲れ果てる。どうしていいんだよ。一気に飲んじゃうな。ああ、ってな感じで毎日ね、このパワースーツ着てホームジムで筋トレしてます。楽しんでます。気持ちいいんだよね、意外と。やってる時は辛いんだけど、やった後毎日この達成感が素晴らしく気持ちいい。極端な話すると、ジムに行き帰りで30分かかるでしょ。その30分でもう終わるから、この家でこのスーツ着てトレーニングすれば。だから特にもう仕事がかなり忙しいで、ジムに行くのもちょっと億劫だなっていう人は、もうこれ買って家でトレーニングしてみてください。時間をより効率的に使うっていう選択をして、僕は大満足してます。この動画をここで終わりにしたいと思います。この6PAD ホームジムパワースーツをもうちょっと知りたいという方は、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。